何をしてる。落ち着け、斉藤君。なんだと。新選組三番隊隊長に任命された斉藤はじめこと坂本龍馬。隊長としての任務の中で、龍馬は新選組の冷酷な本性を目の当たりにする。そして新選組隊長としての立場は、期せずして土佐勤王党岡田伊蔵との対峙につながってしまう。正体を明かすことのできない龍馬は、斎藤をはじめとして伊蔵を倒す。しかしそれが武市半平太を追い詰める結果を招いてしまうのだった。かつての友に危機が迫る中、龍馬の新選組潜入は続く。勤王の獅子ってのはみんないい声で鳴くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜新選組の名を天下に轟かすなあ局長。あれ、なんだか頭数が減りましたね。ふん、鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちでやられたらしいじゃねえか。ったく、だらしねえ。相手はあの人斬り伊蔵だった。仕方あるまい。そういや鈴木三木三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に抜擢したんじゃなかったか。はっ、こいつは伊藤一派にとっちゃ一大事だ。あと伊藤派で残ってんな平助だけか。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来の近藤派なんですから。だがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁には、副長くらいにはしてもらえんだろう。いい加減にしろ、佐之助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆人中報告を掲げる同志だ。そのことを忘れるな。へいへい、悪うござんした。副長様、土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だの、どの道場出身だのは関係ない。当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもない。それが新選組という組織のありようだ。ですよね、副長。無論だ。もういい加減本題に入りませんか。私のように人中報告のため新選組に入った人間には、司令官だの伊藤派だの、そういった浮ついた話は飽き飽きだ。相変わらず堅いね、松原は。私は勤王を歌い、京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが許せないだけなのです。副長、どうか本題に。噂によれば長州の息のかかった男を捕まえたと聞きましたが。ああ、君たちに集まってもらったのは他でもない、今夜
新選組は歴史にその名を刻む。心して聞いてもらいたい。昨夜、監察の山崎がとある勤皇志士の密偵を捕まえた。名前は古高俊太郎。実はこの男のねぐらから大量の火薬が発見された。大量の火薬やと？そんなもん何に使う気？それを吐かせるために古高を一晩拷問にかけた。そして白状したところ、勤皇志士40名による大規模な計画が発覚した。なんなんやその計画っちゅうの。御所放火、連中は大量の火薬で帝のおわす御所を焼き払おうとしていたのだ。御所？ほんまなんかその話？ちょっと待ってくださいよ。でもそれっておかしくないですか？勤皇って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き払わなきゃならないんですか？御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一気に皆殺しにする気だったらしい。なら狙いはわしらっちゅうことか。なんや、おもろそうな話になってきたやないか。いや、奴らの真の狙いは我々ではない。むしろその先、火災に乗じて御所から帝を奪い去ることにある。帝を奪う？やつらの狙いは帝を手に入れて倒幕の勅命を出させることだった。結局連中は帝を政治の道具としか見ていないということか。なんてことだ。ねえ、わしらは何をやればええんや。その40人をとっ捕まえて切ればええんか。まあそう焦るな。実は今監察の山崎に連中の根城を探らせている。おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに動き出すはずだ。我々新選組は今夜その根城を襲撃する。よっしゃ、気持ちが乗ってきたで。久々に思いっきり暴れられそうやな。せやけど40人もの勤皇志士相手となるとどう戦ってええもんかわからんの。なもん、切って切って切りまくればええやろうが。お前はそれでいい。せやけど甲州流軍学を極めるわしとしてはもっと無駄のない大将組に狙いを絞った戦いをしたいんや。そないな賞金目当てなだけやろ。金がないことにはタイは動かせんからの。副長、せめて誰が敵なのか名前ぐらい情報はないんですか。主犯格は長州の吉田利麿という男のようだが、この計画にはさまざまな藩の人間が関係しているらしく特定が難しい。長州では酒井、北野、土佐藩では永井、佐々木、中岡とかいう男の名前が出ていたが、何だと？斎藤、どうかしたのか？いや、別に何でもない。そしたら吉田利麿を取れば方針は跳ね上がると？まあそういうことになるだろうな。よし、他に聞きたいことはないな。それじゃあ私と伊藤さんは夜までに襲撃の手はずを決めておく。諸君はそれまで通常通りに。我々が普段と違う動きをすれば連中に襲撃を気づかれるからな。
いなメガネがある。なに、はじめさん、今日はもう帰ってきはったん？いや、それより中岡は来てるか。中岡さんやったらちょうど2階にいてはるけど。そうか。おう、坂本、どうかしたのか。中岡、金の獅子が御所を焼くってのは本当か。ああ、なんだそりゃ。お前も一枚噛んでるのか。ちょっと待て、一体何の話だ。新選組に捕まった古高俊太郎って男が白状した。40人の金の獅子たちが御所に火をつけ帝を去る。まさかそんな大それたこと。新選組は今夜、そいつらが京のどこかで会合を開くとみて襲撃の準備を整えている。もしあんたもそこにいれば新選組の襲撃に遭う。なるほど、それで知らせに来てくれたってわけか。あんたは噛んでいないんだな。俺がそんなもんに絡んでるわけねえだろ。だいたいいくら勤労のためとはいえ、御所に火をつけりゃこの町もただじゃ済まねえぞ。ああ、町の人間が何人焼け死んでもおかしくね。勤労派とやらの正気を疑うな。まったくだ。だがその一味には土佐の人間も絡んでいるらしい。その中に中岡って名前が上がっていたが。土佐じゃよくある名前だ、俺じゃねえって。まあ、とはいえそいつらが新選組にやられるのを見殺しにするってのもな。連中に新選組の襲撃を知らせてやらねえと。そんなことができるのか。さあな、その一味の親玉は誰か分かってんのか。確か長州の吉田利真郎って男だ。吉田利真郎？勤労派の大物じゃないか。武士ともつながっていたはずだ。何？それじゃ武市もこの計画に加わっているってことか。分からんが、少なくとも今日を焼くって話くらいは聞いているはずだ。あいつ自身はもう土佐に戻ったが、さっき言ってた土佐者ってのは案外勤労党の連中かもな。武市がこんな計画に乗ったっていうのか。お前にとっちゃ複雑だろうな。いくら勤労のためとはいえ、自分の兄弟分がこんな無茶するとは考えたくもないが。だがとにかく今は吉田利麿を探すのが先決だ。しばらく鳴りを潜ませるように伝える。俺に任しとけ。あんた一人で。仕方ねえだろ。お前は新選組に戻って普段通りにしてろ。情報を漏らしたと疑われないように。そうだな。お前は裏のある人間だ。せいぜい用心しねえとな。じゃちょっくら行ってくる。ああ。斉藤君、奇遇だな。いつからそこに。あれ、旦那。知り合いか。ああ、いえ、お顔だけは。その
邪魔したようだな。待ちたまえ。君もこの男を知っているのか。こいつはカラスという情報屋だ。君とどういう関係だ。いやどうもこりゃ、見たところ私が一番お邪魔のようで、すいません失礼します。待て。え？何をしてる。落ち着け斉藤君。何だと。この情報屋はたまたま私と君に雇われていたようだが、お互い密かに使っていたはずだ。つまり君が私に知られたくない情報、私が君に知られたくない情報、この男は一人で全て知っていたということになる。だったら切るしかあるまい。君がたまたまこの場に現れたのがカラスの運の尽きだ。知らぬが仏。お互いここで会ったことは忘れるとしないか。あいにくだが、口封じのため簡単に人を切る人間と組む気はねえ。それに俺は知られて困るようなことは何もない。カラスが死んだ今なら何とでも言えるだろうよ。私はそろそろ豚所に戻って休むことにする。君も遅くなる前に戻れ。今夜は勤皇獅子を40人切るんだ。休んでおくのも仕事のうちだろう。失礼する。戻ったか、斉藤君。ちょうどいい話がある。なんだ。勤皇獅子たちの会合場所だが、観察の調べで2カ所に候補が絞られた。池田屋と四国屋って宿だ。連中はそのどちらかで会合を持つ。そうか。どっちかはっきりするまでは隊を二手に分けて襲撃の手はずを進める。君の三番隊は私と一緒に行動してもらう。ああ。勤皇獅子が集まるのは池田屋か四国屋か、君ならどっちが臭いと見る。四国屋だ。結構。では私と斉藤君は四国屋を受け持つこととする。そしたらわしは池田屋っちゅうことか。ま、別にどっちでもかまへんけどね。俺もどっちだっていい。話ってのはそれだけか。なあ、だが斉藤君、豚所からはもう出るな。これから四国屋出動までは豚所内で待機とする。いいな。四国屋組らしいな。わしは起きたらと一緒に池田屋をやる。相手は40人からの勤皇獅子や。向こうも死に物狂いで抵抗してくるで。覚悟しとけ。斉藤君。またお前か。そんなに怖がることはない。副長が君を呼んでる。すぐに土蔵へ来いとな。新選組が名を上げ、
行かないのか。副長から君に話があるようだ。こっちだ、斉藤君。こいつは見てわからんか。こいつが噂の古高俊太郎や。おもろいで、はじめちゃんもいたぶってみ。そんなもうやめてくれ。やめてほしければもう一度だ古高。そこの斉藤君にもさっきの話をしてやれ。ああ、一味の人数は少なくとも40名。特に腕が立つのは吉田利丸と同じく長州藩の桂小五郎。吉田はよう知らんが、桂は新道無念流の免許改伝や。剣も相当の腕やが、それ以上に逃げ足が速い。ついたあだ名が逃げの小五郎や。桂は長州の頭脳とも呼ばれる天才。今回襲撃における大将首と考えていいだろう。一番いいのは生け捕りだが、取り逃すくらいなら殺せ。ああ、わかった。いいか、桂にしろ吉田にしろ、その二人にはここにいる君ら各隊隊長が当たれ。それ以外の隊士がかかっていっても無駄に切られるだけだ。言われんでもわっとるわ。それよりそろそろ時間やないか。わしはもう早よ人切るの収まらんで。ああ、行こうで土方。もう日も落ちとる。わかっている。だが一斉に新選組の大使が屯所から出りゃ襲撃を感づかれる。屯所を出るときは一人ずつだ。その後はそれぞれ持ち場の宿へ行って待機してろ。いいな。